ようこそお参りくださいました宮崎神社の宮事です今日はですね神社参拝の拝礼作法二礼二拍手一杯と二杯二拍手一杯何が違うのかについて少しお話をいたしますこのチャンネルでは田舎の小さな神社の宮事が100年先に神社を伝えるため神社や神道のことについてお話を しておりますよろしければチャンネル登録をしてぜひ応援をしてくださいさて皆さん神社にお参りをした際どのような作法で拝礼をなさっているでしょうかおそらく多くの神社でもですね案内があるかと思います二礼二拍手いっぱい二、まあ、回頭を下げて 二回拍手をして、そして最後にもう一回頭を下げる。えー、この作法かと思います。神社でも、まあ、二礼二拍手いっぱいと案内があるかと思います。そして、それ以外にも、二杯二拍手いっぱいと案内があるかと思います。見たことないでしょうか。さて、皆さん。では、この二礼二拍手いっぱいと、二杯二拍手いっぱい。 これ何が違うのでしょうか。違いわかりますか。結論から申し上げますと、この2つまあ、同じようなものです。同じようなものではありますが、うん、厳密には違います。厳密には違いますが、まあ同じようなものと言っても差し支えない方というお話です。しかしこの違いがわかれば。 そしてこれからの「参拝」での拝礼作法も違ってくるかと思いますしまあちょっとしたまあ雑学として教養として覚えていただけば他のシーンでもビジネスの場でもももしししかかたら役に立つかもしれませんまずこの「二礼二拍手一杯」と「二杯二拍手一杯」何が違うのか「礼」と「はい」声が違いますよね。では 二礼二拍手の礼、声は何を指しているのか。この礼というのは、まあ言ってみれば、頭下げたりしますよね。この礼、であったり、まあ敬礼作法、そういった霊法を指しております。そして、二礼二拍手一っの、これはい。声は敬礼作法の一つを指しております。なので、図で表すとですね。えー、法があります。敬礼作法。 敬礼作法があります。その中の一つがハイでございます。なので二礼二拍子一杯の礼というのはですね、このハイを含んでるんですよね。では同じようなものかといえば同じようなものなんですが、やはり厳密には違います。敬礼作法、まあ頭を下げる作法ですね。これには一つだけじゃないんです。 皆さんこんにちはとかあ人に対して挨拶したりしますよね、まあ、礼儀としてそういった礼法敬礼作法頭を下げるこの作法にもいいろんな種類、名称がございます厳密に言えばですね細かくあるのですがここでは神、まあ、主が神職が行う敬礼作法として、まあ、大まかなもの代表的なものを紹介いたします。官主が使う敬礼作法 として代表的なものとして15度、45度、60度、90度といろんな角度の種類がございますそういった角度ごと腰を曲げる角度ごとによって名称が異なっております名称が異なれば当然使う場所なども異なりますでは神社参拝での 敬礼作法といたしまして肺がございますこの肺とはどういった敬礼作法なのか肺は約90度腰を曲げる敬礼作法です無理のない範囲で腰を曲げます、まあ、この時ですねポイントと,といたしまして首を曲げない首を曲げないことです首は曲げずにまっすぐの状態で 腰を曲げる。膝をですね、えー、曲げてもいいですし、またお尻を少し後ろに突き出すようにで形でもよろしいかと思います、えー。腰から曲げるというのを意識してみてください。二礼二拍手一杯というのはですね、その敬礼作法の種類は通ってない感じですかね。まあ、深々と頭下げましょうということです。で、二杯二拍手一 倍の際はもうこの牌はですね。もう種類が決まっております。約9 0度腰を曲げる経礼作法をもう指定しております。どうの敬礼作法を行うか、指定してあるかしないかの、その違いですかね？まですが、いずれにしてもまあ、神様に対してまあ、深々と頭を下げましょう。という案内で多くの神社では？ 二礼二拍手一杯または二拝二拍手一杯と拝礼作法を案内をしております皆さんも神社にお参りを支え二拝二拍手一杯二礼二拍手一杯、まあ、どちらが案内されていてもですねあ神様に対しては深々と、まあ、約九十度、まあ、できる範囲です個人差ありますからねできる範囲深々と頭を下げてお参りをするというのを ぜひ覚えておいてください。